皆さんこんにちは。医学中央雑誌の黒澤と申します。よろしくお願いします。私からはですね、一種ウェブにおけるジャルクの活用事例ということでお話しさせていただきます。実はですね、昨年3月もにですね、この場でお時間いただいて、ちょっと同じような活用事例についてお話しさせていただいたんですけれども、ちょっと今日はですね、その時とほとんど同じ内容になりますので、もし3月にもご出席されていた方がいらっしゃったら、ちょっとご了承いただきたいんですけれども、何を話すかというとですね、私どもで一種ウェブというですね、医学論文の書誌小6のデータベースを作成しているんですが、その中で DOI をデポジットしたり、取得してリンクしたりとか、そういったことを行っているんですけれども、その事例についてですね、報告させていただきたいと思います。でですね、一種ウェブについてですね、ざっと概要をご説明させていただきます。日本版のですね、パブメドみたいなものをイメージしていただければよろしいかなと思うんですけれども、国内で発行されているですね、雑誌に収集された論文を収集してデータベース化しております。で、延べでですね、大体7000紙の雑誌ですね、学術系の雑誌を集めてまして、その中から大体今1200万件ぐらいの論文がデータベース化されています。で、私ども書誌と小6のみですので、検索した後にですね、原本にいかにナビゲートしてあげるかというところが重要になってくるんですけれども、例えば文献副社であったりとか、あと大学の OPAC とかリズルマにリンクしてあげたりとか、いろいろあるんですけれども、それとですね、電子ジャーナルにそのまま該当の論文にリンクをするというのも非常に重要で、今力を入れているところでございます。で、1200万件のうちですね、大体 30% ぐらいについての論文についてはフルテキストへリンクが貼れている状態です。で、その中の130万件ぐらいですね、全体の1割強ぐらいになるんですけれども、にはについては DOI によるリンクを実装しております。で、大体利用者はですね、法人版で2600機関ぐらいで、個人版で7000人ぐらいの方にご利用いただいている状況で、1日ですね、大体2万人ぐらいの方がログインしている状況になります。ただ 95% ぐらいは法人版の中にいるエンドユーザーの方々なんですけれども、というような形でご利用いただいています。で、本日はですね、JALC への DOI のデポジットと、あと DOI を取得して利用するっていう、そういった2つの話をさせていただこうかなと思います。まず JALC のですね、への DOI のデポジットなんですけれども、私ども循環員が26社あります。先ほど横呂さん の資料の中で25社とあったんですけれども、1社今申請中のものもあって、まだ反映されてないと思うんですが、今26社申請していて、これが全てになります。で、私どもではですね、論文自体を作成しているわけではございませんので、この循環員の方々 の発行された論文や書籍のですね、DOI を登録していくという形になります。ただですね、実はですね、これだけ循環員がいるんですけれども、現時点で DOI をデポジットできているのは、医学書院さん のメディカルファインダーというプラットフォームがあるんですけれども、そこに収録されている雑誌、論文のみでございます。で、実はですね、他の25社については遺書 JP という出版社さんたちが集まって書籍とか論文を公開していくプラットフォームがあるんですけれども、そちらに参加されている出版社さんたちなんですね。そちらで論文が登録されれば随時 DOI を登録していくんですけども、ちょっとそちらのサイトが実は今月立ち上がったんですね。今までちょっと準備期間でそういった関係では DOI 登録できてなかったんですけれども、今月からですね、どんどん登録していく形になります。で、現状はですね、先ほど申し上げました医学書院さん のプラットフォームに載っている論文だけが対象になりますので、こういったフローでですね、データを登録しています。まず医学書院さんからですね、JAT という XML の形式でデータを入稿していただいてまして、それを一種ウェブの中でですね、書誌と小6を切り取って一種ウェブのデータを作るというのは一つとですね、それから作るのは一つ、それから参考文献の情報ですね、それだけ切り取って参考文献のデータベースも作っています。それで各参考文献にはフルテキストへのリンクを貼ってます。一件一件その論文を照合してクロスレフとかパブメドとか他のフルテキストのサービスとかにリンク情報もあって、それはそれで一押しリンクサービスっていう形で提供しています。またその入稿されたジャッジの中からJALC に登録するための XML を生成しまして、そのままJALC に登録しています。
で、現在デポジットしている件数が大体42万件ぐらいございます。で、それ全ての作業が終わると一応ウェブからですね、DOI をキックして、その医学書院さんのメディカルファインダーにリンクが貼れるというような、まあ、そういったイメージになっています。現状はここまでしかできてないんですが、今月からですね、ちょっとガラッと状況が進みまして、まず一緒メディカルファインダーですね、医学書院さんのプラットフォームが、この医書 JP という新しいサイトですね、こちらに全て移行する形になります。で、医書 JP っていうのはですね、実はおととしからも実は公開されてるんですけれども、その時点では書籍をダウンロードしてアプリで読むっていう、まあ、サービスのみでですので、その時点ではランディングページは存在してなかったんですね。なのでサービス自体は提供されてたんですけれども、 DOI がちょっと登録できない状況でした。で、今年の1月、今月からですね、その新しいサイトが立ち上がって、そこではブラウザでアクセスして、そのまま PDF で見れるっていうようなサイトになるんですけれども、ここで初めてランディングページが登場したので、DOI が登録できるというような状況になりました。で、医学書院さん、それ以外の巡回員の皆さんのデータをジャッツ、論文情報はジャッツ、書籍情報はまた別のフォーマットなんですけれども、で入稿していただいて、それを一応ウェブで使う、この辺は先ほどと同じなんですけれども、使って、かつジャルクにですね、登録する形になります。で、今月よりですね、開始するのが、ここにある3つですね。です。まず1つはですね、医学書院さん以外 の, その出版社さんの論文ですね、の DOI をデポジット開始します。現時点でちょっと登録できる状態になっているのが6000件程度です。これは随時ですね、各出版社さんも過去に遡って論文を PDF 化していく予定とのことですので、ここはあっという間に数万件ぐらいまで増えていくと思います。で、あと書籍のデポジ、DOI ですね、こちらも今1600件ぐらい登録できる状態で、これも、今月中には登録する予定です。で、作業内容としてはですね、一番重いのが3番目で、デポジット済みのメディカルファインダーの DOI ですね、これ実はプラットフォームが今のメディカルファインダー の, 医学書院さん自社で作っているプラットフォームから医書 JP のプラットフォームに移行するので、ランディングページが全て42万件全部変更になるんですね。なので今 JALC API を使ってそのランディングページを変更する処理をちょうど昨日から開始したところで、1日1万件ぐらいアクセスしていいということですので、単純計算で42日ぐらいで処理を終える予定です。ただですね、この医書 JP の新プラットフォームと、あと旧メディカルメディカルファインダーのプラットフォームは、しばらくの間並行で稼働する期間がありますので、途中でリンク切れになるとか、そういったことはございませんので、ご安心いただければと思います。で、医書 JP のですね、収録状況はですけれども、対象紙は87紙ですね、現時点で。で、論文数は大体45万件。で、ジャーナルについてはまだ3出版社、8社なんですけども、ここは徐々に増えていくと思います。あと、書籍もですね、現時点で1600紙。で、参加出版社さんは現時点で17社さんとなっています。あとですね、この論文単位と書籍以外にですね、雑誌を号単位で販売するっていうのもあるんですけれども、これはちょっと養老さんともちょっとにも相談させていただいたんですけれども、今のところどういった形で DOI を登録すればいいかっていう、ちょっと先ほどの必須項目とかもありましたけど、そういうのを満たすのもちょっと難しいっていう事情もあって、当面はですね、この号単位の雑誌情報についての DOI はですね、登録しない方向で今となっております。次にですね、DOI の、取得と利用、先ほどは DOI を登録する話でしたけども、今度は取得したり利用したりするというところにご説明させていただきます。まず J ステージへのリンクについてです。一応一度国内に医学系の論文を網羅的に収集していますので、当然J ステージに収録されている論文も多数収録しております。で、雑誌でいうと今700紙ぐらいですね、700冊ぐらいの雑誌がどちらでも収録している状況になるんですけれども、今ですね、JALC の, API を使わせていただいて、OAI-PMH で毎月データをダウンロードさせていただいています。それで私の方に論文を照合するシステムがございまして、それでですね、J ステージのメタデータと照合をして、で、一応シェブの方に反映しています。で、それで DOI を登録して、一応シェブから DOI で J ステージにリンクができるようにしております。で、今リンク件数は大体85万件ぐらいですね、になっております。
もう一つはですね、DOI の利用、リンクの、事例なんですけれども、これちょっと JAL区から離れてしまうんですけれども、クロスネットの DOI ですね、についても取得しています。というのはですね、国内で発行された論文が対象なんですけれども、国内の学会さんが、例えばシュプリンガーですとかエレズビアとか、海外のプラットフォームから提供されているということも多々ございます。そういった場合はですね、クロスレフの DOI を取得されているので、クロスレフから直接そのリンク情報を取得する必要があります。で、実はですね、今はですね、その対象のメタデータをクロスレフに投げて、クロスレフ側 の, そのマッチングシステムで照合してもらって、DOI のリストを返してもらっています。で実はクロスレフの DOI も JALP の, API を使うとメタデータを取れる DOI を取得できると思いますので、本来正会員としてはその口でやるべきなんでしょうけれども、実はクロスレフの方もですね、アフィリエイト会員になってまして、ちょっと直接クロスレフのシステムを使うという運用が出来上がってしまっているので、ゆくゆくはちょっと JALP のシステムを使うテストもしていきたいなと思っているんですが、今のところちょっとこういった形で運用させていただいています。あともう一つはですね、機関リポジトリですね。こちらもですね、NII さんにご配慮いただいて、JIRO のデータを使わせていただく許可をいただく、許諾をいただいています。で、OIPMH データを取得して、論文を照合しています。で、ですね、ただ今ですね、DOI 取得はしてるんですけれども、リンクに、このクロスレフについては DOI でリンクするんですけれども、機関リポジトリについては DOI は取得して格納はしてるんですけれども、DOI のリンクではなくて、実 URL ですね、今ちょっとリンクしてます。ちょっとこれ仕組み上、こうした方が、今のところ効率がいいっていう状況があって、DOI を活用できていないんですけれども、ここはですね、ゆくゆくちょっとフローを見直したいなと思ってるんですが、というのは、やはり、機関リポジトリで DOI を取得している論文というのはまだ少ないので、その取得したデータの中から一括で実 URL を取得できるフィールドもあるんですけども、そこを一括で処理した方がこう効率がいいという状況がちょっとありまして、それでこのような形になっています。ここはちょっと将来的にですね、DOI、せっかく DOI 取得できてますので、ちょっと見直したりしていきたいなというふうに思っています。で最後にですね、中小部からの検索結果からですね、外部のサイトへのリンクしているその内訳、リンク数についてですね、ちょっと ご紹介します。大体ですね、これ去年1年間の月別のリンク件数です。中小部って4月から6月ぐらいが一番多いんですけれども、これは大学さんで一番使っていただく時期なので毎年同じような傾向になるんですけれども、例えば6月ですと160万件ぐらい1ヶ月で買って何らかの外部サイトへのリンクがクリックされたという形になります。でそのうちですね、DOI でリンクしているのは今のところ J ステージとメディカルファインダーですので、あとクロスレフもありますけど、ちょっとそれは数少ないので割愛しています。で大体どのぐらいかというと、こうやって見るとちょっと少なく見えるんですけれども、大体例えばこの160万件のところで J ステージにリンクしたのは18万件ぐらいなので、大体 12% ぐらい、全体の 12% ぐらいは DOI で J ステージにリンクしているという形になります。あとメディカルファインダーは全体から見ると件数が少ないので、おのずと少なくなってしまうんですけれども、同じ月だと3万3000件ぐらいなので、大体 2% ぐらいですかね、こういう形でリンクしています。他はですね、フルテキストリンク以外に、その大学 の, リゾルバーとかオパックにリンクしているログも含まれるので、ちょっとそれが実は半分ぐらい占めるんですね。なので論文体 の, フルe ジャーナルへのリンクっていう意味でいうとこの半分ぐらいなんですけども、なのでそのうちの J ステージとメディカルファインダーへのリンクの割合がこのぐらいになります。ですね、最後にちょっとここで申し上げるのを忘れたんですけれども、JP のサイトですね、こちらですね、今PDF 配信がメインになるんですけれども、実はフル HTML で の, 提供も内部的にはできるような仕組みになっています。で、JATS でレンダリングしてそのまま HTML で公開するということもありますので、現時点では PDF のみなので、DOI の登録の流度が論文単位のみなんですけれども、今後はですね、もっと細かい流度でですね、例えばグラフ単位ですとか表単位とか、ちょっとまだそういう話出てないんですけども、一応仕組み的には可能になっていくのかなというふうに考えております。私からは以上です。どうもありがとうございました。お疲れ様、どうもありがとうございます。